1974年フランス大統領選挙は、フランス共和国の元首である大統領を選出するために行われた大統領選挙で、1974年5月5日と19日の2回に、渡って投票が行われた。1974年4月2日に休戦した、ジョルジュ・ポンピル大統領の公認を決めるために行われた選挙である。 大統領の選挙による選挙であったため選挙期間は短縮され、第1回投票日は5月5日、第2回投票日は5月19日とされた。ポンピル大統領与党からは、シャバデルマス元首相とジスカールデスタン及びジャンロワイエ、郵政、通信省の3人が出馬し、分裂選挙となった。前年1973年、 共同綱領に合意していた、社会党と、フランス共産党及び左翼急進運動の左翼3、党派は、PS 第1初期で1965年大統領選挙に、出馬して前線したフランソワ・ミッテランを、左翼統一候補として擁立した。第1回投票で有効票の過半数を得た候補が、いた場合はその候補が当選。第1回投票で、 どの候補も過半数を得られなかった場合は上位2名による決選投票を2週間後に行う。第2回投票では最多得票を得た候補が当選。大統領選挙に立候補を届け出たのは12名であるがここでは第1回投票において有効票の1%以上を得た候補のみを紹介する。5月5日の第一回投票では 左翼統一候補であるミッテランが首位となり、独立共和派のジスカールデスタンは2位となった。そしてユーアのシャバンデルマスは、ミッテランとジスカールデスタンに大きく差をつけられた。首位となったミッテラン候補が過半数を得られなかったため、ミッテランとジスカールデスタンによる第2回投票が5月19日に行われた。第2回投票では、 ドゴール主義者と中道派のリーダーが、ジスカールデスタン指示を表明。ラギエと、もう一人の極左候補及び環境派ノルネデューモンは、ミッテラン指示を表明した。そして選挙の結果、ジスカールデスタンがミッテランを僅差で抑えて、当選を果たした。ありがとうございます。